to the Yakuza Zero. おとなしくしとったか。リさんはどうでした？無事や。あいつは一発二発撃たれたとこで死ぬ弾やないな。ピンピンしとった。そっか、よかった。でもそれじゃ、あの話も全部聞いたの？ああ。長いこと偉い目に遭ったんやな、お前。いや、今も似たようなもんか。自分殺しに来た男とボロい倉庫に缶詰めや。けどコウモリの入れ墨のことは多分お前が狙われとる理由とちゃう。リーもそう言うとった。そう、つらいこと思い出させたな。少しやけど俺もお前に似たとこがあるんや。俺は片っぽだけやが目が見えん。それだけやない。いつ死んでもおかしない場所で俺も長いこと監禁されとった。お前に比べたら天国みたいなもんやるけどね。俺には固め残っとった。お前よりだいぶマシや。こんなん言うても慰めにならんか。その、なんや、かえって余計なこと言うたな。あ、せや、腹減ったんとちゃうか。なあ、ゆうべから何も食うとらんもんな。大丈夫。アホ、大丈夫なわけないやろが。腹減っとるからそんなに落ち込むんや。元気ないときは食うに限るでな。すぐ食うもん買うてきたる。なんか欲しいもんあるか？それなら焼き。なんや、やっぱり腹減っとるんやないか。わかった、ちょ待っとけ。ええな。いらっしゃいませ。 I wanna try to do some side stories. I mean sub stories. ありがとうございました。なんなんや。
買うてきたで、たこ焼きや。ありがとう。少しは落ち着いたんか。うん。でもお腹空いた。それでええんや。人間腹に物を入れんと力が出ん。待っとけ、今食わしたるわ。あの、あ、あなたは目どうしたの？ん？その片目がなんで見えなくなったのかなって。ああ、俺の場合は怪我っちゅうかな、事故みたいなもんで、もう完全に潰れてもうだ。そんな。もう一つの目は残っとる。別にそれで十分や。かわいそう。な？あうか。お前の方がよっぽどやろ。私の目は心因性だからいつか治るかもってリーさんが。そうなんか？なら望みはまだあるっちゅうことやな。よかったやないか。でもあなたの目は。もう慣れとる。そない不自由しとらんわ。せいぜい男前が台無しになっただけや。男前なんだ。目が揃っとったらな、お見せできんのが残念やで、ほんま。残念。少しは笑えるようになったか。うん？何やお前、時計しとるんか。え？うん。見えへんのに、けったいなやっちゃ。まあね。でも、かわいいでしょ。せやから、見えへんのやろうちゅうとるやろが。まったく。わかってるよ。でもね、これオルゴールの曲が鳴るの。それがまた可愛くって癒されるんだ。うん、どないの音や。今は鳴らない。だって時計が壊れてるから。なんやねん。でも捨てられないものってあると思わない？他人から見れば全く意味がないけど、自分にとってはなんだかすごく大切っていうか。目が見えなくなって、時間もわからなくなって、時計も壊れて、音も出なくなって。だからわかってるよ、そんなもの必要ないって。でも私がまだ元気だった頃の証なの。それを捨てちゃったら、私は本当に。お前。でもまたあのオルゴールの音聞いてみたい。わかるで。え？捨てられんかったら持っとりゃええ。持ったらきっといつかええことある。いつかいいことか。うん？どないした？やっぱり違うよね。そんなものにこだわってるから、いつまで経っても私には現実が見えてないんだ。おい、いいの、ありがとう。あなたの気持ちは嬉しいよ。感謝してる。そうやない。お前が必要やと思うんやったら必要なんや。本当にそう思うんやって。大丈夫。私、強くなる。
強くならなきゃ。ゼア、まだ言うとらんかったけどな、リノさんはなんややることがある言うとったわ。それが済んだらここに迎えに来させる。それまでもう少しの辛抱や。うん、どこか行くの？そろそろ仕事の時間なんや。佐川って名前に聞き覚えあるか？近江連合の極道や。知らない。そうか、佐川も誰かに頼まれただけかもしれんな。けどなんでお前みたいなんが極道に狙われるん？あなたはその佐川って人に脅されてるの？似たようなもんやな。けど俺はお前を殺すことで褒美をもらえることになっとった。東条会に戻れるっちゅうな。東条会？あ、いや、お前は知らんで英語で。じゃあもしこのまま私を殺さずにいたら、あなたはそのヤクザに殺されるの？大丈夫や。リーのおっさんがなんや考えがある言うとった。うまくいったらお前も俺ももう殺されんで済むっちゅう話や。本当に？お前んとこの店長やろ、信じたれ。ほな、仕事が終わったらまた来るで。ええな。あの、いかがですか、お客さん。ちょっと遊んでいかれませんか？お？私、この店の店長のヨーダと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子をおつけできますよ。いかがです？この店はキャバレーか？いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか。ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんねん。でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。わかった、案内頼むわ。その代わりちゃんとナンバーワンの子つけてくれ。もちろんです。さあどうぞこちらに。お客様、お待たせしました。ああ、当店ナンバーワン嬢、ゆきちゃんです。どうも、ゆきです。よろしくお願いします。およろしくな。それでは乾杯しましょうか。おう乾杯。
upsetting. Sumi masen. Watashi konnan de. Iya, betsu ni ii kedo. Demo, honma ni anta number one nan ka? Ee, ichi o. Tada, kono mise ni zaiseki shiteru onna no ko, watashi o fukumete 3 nin shika inai n desu kedo ne.3人ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい、ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、ファイブスターが現れてからはずっとこんな感じで。ファイブスター、なんやそれ。蒼天堀ファイブスター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。彼らが蒼天堀に出店してから、この辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや。そんなに人気なんか、そのファイブスターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて。それだけじゃない、なんや。簡単に言うと嫌がらせですかね。嫌がらせ。もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。ん、毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方、卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです。ないでしょう。なんやあいつ。あれがさっき言った蒼天堀ファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは蒼天堀ファイブスターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。ほう。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。うちの店が立ち退けば、この蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょ。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいますよ。何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。ああ、そうだ。そういえばあなたの娘さん、東京に住んでいらっしゃるんですね。いやー、可愛くてびっくりしましたよ。いや、それにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。
お前、娘に何かする気か？さあ、私は別に何も。ただ、そういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですか。くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますよ。くそ、私はどうすればいいんだ。店長。どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな、店長。あ、お客さん、すみません。お恥ずかしいところをお見せして。気にするな。それにしてもなんなんや、あいつ。蒼天堀ファイブスターだったか。なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。蒼天堀ファイブスターはお互い手を組んで、蒼天堀のキャバクラをすべて自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべく、たくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブスターは手段を選ばず、金を使った引き抜きや嫌がらせ、暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。その結果、蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかし、なんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんや。詳しいことは分かりませんが、噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰す？はい。なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することで、そこに渦巻く金や利権、人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することで、キャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなくキャバレーまで独占できれば、実質的に街全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん。ええ、でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続でお客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちにうちの店は潰れます。もう奴らの要求を飲むしかないんですかね。あんな奴らの悪事に屈してしまうのはすごく悔しいんですが。しゃあないな。店長、俺が手伝ったるわ。え？実は俺はファイブスターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。グランドの支配人って、確か敏腕と噂のあなただったんですか？まあな。俺としてもそのファイブスターとかいう奴らにこれ以上力をつけられても困るし、何よりもまずそいつらのやり方が気に食わん。俺と一緒にこの店を建て直して
あいつらを逆にぶっ潰したろで。いいんですか？グランドの支配人さんがこんなさびれた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラっちゅう業務形態に興味もあるからな。いろいろ勉強させてもらうで。ありがとうございます、お客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。真島や、一丁頑張ろうぜ。真島さんですね。何卒よろしくお願いします。I guess I gotta do it now. Hey. What the hell? Leave it off at that.